皆の者頑張れ。今日も若者がいっぱいおるけんね。でも一番若者が先に場出ようけん。その分頑張ってるってことですよ。あ、確かに、うん、若者って言って動いてるから場出てるんですよ。一回乗っけるのが本当に、はい、すげえ、やばい、よし、クラちゃん、何した？徳ちゃんが、あの下で山が増えて嬉しそうやった。あれ楽しそうやったな、なんかあの通路ができたりさ。山の高くなってきたねっていう。こっちね、山の低くなってきた。すごいよ。この間もだけ前回さ、はい、意外と進んでないなって思ったけど、うんうんうん、あれ結構進んでたって思う、うん、だってまだ1時間半ぐらいでもうほとんどないもん、結構なくなってるよ。おい、山ない。ほんとや、山ないやろ。ほんとや、すごいやろ。すごほらなくなってる。山なくなってるっちゃ。すげえ。もうあとちょいよ。で、二人がおるけん俺何もせんでも眺めよってよ。ほら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 、うえぇ、眺めよって、ほら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 、若者はやっぱり。俺もじゃちょっと手伝って、うん、振り手伝った振りか、これよろしくです。え、困惑しとる。マジあそこに調子乗って乗せすぎた。これは車の潰れてしまう。すげえ、マジで。それではですね、ちょっとお昼ご飯を僕は担当したいと思いますが、ちょっとね、特別美女ゲストが2人。なんで逃げるんですか。早朝ニキと、早朝ニキとクラちゃんニキ。クラちゃんニキ。クラちゃんクラちゃんニキ。旦那です。そのゴルフのクラブチャンピオンなんですよ。そう、の奥様です。イカをいっぱい旦那さんが釣ってくれて、はい、ありがとうございます。でそれを使って今日は海鮮カレーかな、はい、おー、はい、カレー、キムカレー、キムカレー、キムカレー、激辛、激辛。マジ巻き買ってきました。はい、巻きよう。まあ今日はもう釣ることないじゃない今日俺。あら、おいやいや、火起こしはできる。あ、今日二人に火つけちゃおうかな。よいしょ。イカ見た。何倍持ってきたんですか。50。うわ、イカだらけ、イカだらけ。米はね、まだ後出ていいと思うんです。米後で。ほら、大事故。結構な人数いますよね。多いね。だって34名来てくれたの人と、ねね、メンバーだけね、もう40ね、50ね。あ、カレール、まあ、うん、カレール。お肉はあります。お肉はあります。わー、肉ナイス。そしたらじゃあお野菜をたくさん切ってもらってもよろしいですか。はい、で俺はそこに火つけて、ここで、え、な、誰に、何、何に見てるみんなに火をつける。うわー、うわー、よいしょー。向こうで着々ともう皆さんが動いてくださってます。すごいね。もう早か、ほら、もうついて、俺やることないんじゃないかな。今日はあの助手が優秀やもんね。優秀、もう何もせんてるか。やっぱりそれはやっぱり木村君がいいからよ。シズがやっぱりね、敵、もう敵に。停止関白やで。停止関白、停止関白。おい、来とけ来とけ。出た、停止関白。取材に来ました。滑りますか。滑りますか、バラの顔で。はい。漫画の世界じゃない。マリカ、あ、じゃあします、します。ちょっとドリフトのいいおそこ置くんで、置きます、ね、します。え、私が、はい、嫌だ。
チョコレートと残飯系。残飯系。残飯系。うわあ、玉ねぎも。メシミなんですか？カラメル。全然。ビニテとかあったらの。ビニテないですよね。ビニテ。ビニテは中堅、手洗って。手は綺麗にさっき石鹸で洗う。じゃあ大丈夫です。いやじゃないかなと思ったもん。大丈夫。女性の手はもう。大丈夫です。大丈夫です。スイカレー。おっちゃん大好き無水カレー。ややや無水カレー。それで、お、もう休憩、休憩かな？うわ、休憩。変色せんですか？え？休憩。無視ですか？でもさ、カメラでしょ。逃げたね。はい？逃げたね。逃げてないよ。木村君がカメラって言ったんすよ。逃げたね。逃げてない。みんな恨んでますよ。でしょ？ずっとあの稲葉さんの悪口しか言ってない。出た。稲葉さんの相方誰と？このバーディー、バーディー、バーディー。薄いさ、バーディーハゲてないって。みんなあだ名つけられる。じゃあ玉ねぎ終わりです。じゃあ完成。炒めましょう。じゃあ人参、じゃがいも。だいぶあるよ。ね、やっぱあの木村くんがやっぱりあの指導の湯加減やっぱ早いね。早かろう。うん。美女が集めたけんね。あ、おっしゃった。油も引いてます。油も引いてます。うわぁ、もうこれだけで水分いくんじゃない？うん、まず給食作るよ。給食作ったことあると？ないないとか給食やけどね。だいぶこれあるよりお前ね。めっちゃある。だいぶこれからも水分が出るでしょうね。ねえ。なんかこれ水いらんくないぐらいじゃない？いや、いるいる、うん、水なしだとみんなの分足りんかもしれん。あ、うん、そっか。そうそういうこと。なんかほぼ無水カレーで。おお。ほぼ無水。おっちゃーん。おっちゃーん。作るよー。作るよー。木村君が作るから。作るけー。あ。じゃあ水切れ。行こう。社長が土のベッドで休んでるんだ。土ソファーで。体にフィットしますもんね。ぼちぼち行きましょう。ぼちぼち。ほんとだって午後から違う現場があるでね。これ午前中終わらさないとね。あ、そうなんですか。そうなんですよ。あら、次あの神崎の道路のね、塗装が午後からそっちからセレクションってそういう仕事もしてるんですね。車だけじゃないんですね。車だけじゃないです。ゴールおそっちの巣は埋めるやん。そっちの巣は埋めるもう小学校の先生がまたいじめてくるんですよ。いじめてないでしょ。でいじめてくれるぞとか言いながら休憩したいだけでしょ。行きましょう。なんでこういう扱いを受けるんだろう、たくみくんは。これ休憩何回取った？こっち。分かんないです。ゆくこっち何回休憩取った？1回っす。それから取ってもいいのかな。結構ぼちぼち行きないよ人もおるけど、続けてる人の方が多いけ。休憩しましょう。はい。じゃあ米木君行っていいか。混ぜてください。もうこれ逃したら昼までない気がする。休憩してから行こうじゃ。よし。兵庫からお越しの山田さん。はい、休憩は取りましょう。また休憩が出てきますよ。あれ？ある意味お礼のパワハラよそれ。もう荷重をかけてたのかね。ザックします。だいぶも社長もう掃除に、うん、もういいっすよね社長。お風呂の様子を。でもさ、この温度が低いで、はい、すごい熱いお湯を出さんと、熱をこっちに奪われるんだよね。だけど、1、2、3、4人入れる。うん、詰めれば。詰めれば。いや、だいぶ減ったな。かなり減ってる、本当に。もう終わるや。なんか逆に穴開いてきたもんね。で、粘土質のが出てきたっていう時が、そこが一番下なのかなっていう。多分そうだと思う。はい、たくみくんが元の土地より低くしよる。なんかひろてるさんもなんか言いました。聞いてこよう。
見に行きたかったんじゃないけど、この辺ですか、この辺ですか、減っとる、汚職警官が、汚職警官、山減っとる、山減ってます、めっちゃ減ってますね、久々来たでしょ、久々来ました、高さからはなかなか減らないので、うん、こっからですね、こうやって領地拡大していくしかないですね、うん、地道に、うん、すごいペースでしよるけど、しかもどの、この時もものすごいスピードで見送ろうか、めちゃくちゃ頑張っ て, くれてる、もうちょっとすごいけん見送ろうかな早い、ね、ほらここ平らに引きでしたよ、すげえ今見寄ったと思う、すごいな近いか頑張ってきたそこに土のうが置いとってみようって本能的に、ね、めちゃくちゃ早い、早いしかも止まることを知らない、うん、ブレーキの壊れとったねブレーキ壊れてるぐらいですすごい第3回も来てもらわんといかんね即戦力ですね、今日はどこからですか、今日は佐賀市内の、ああじゃあもう次回もマジすごいずっと止まらんさ故障しとくぐらい止まらんなんでそんな細い体にあんなパワーがあるんだろうぐらい本当っすよ、今おだててるけんちょっと早なさっきはちょっとだけ早だけほら早いもんおほらもう入ってくるもんねおお一人でこの道作りよっけねふかふかになったところを入れやすく、うん、ねえ本当、いや本当本当本当すごい溜まる方が早いから、ね、俺が入れるよりあそこほんと掘り出すのほんと硬いけんです ね一番きついところやもんね、うん、作業的にあこれで倍になるスピードが、うん、いやちょっとダマかまだ2分の1になったダマかまだスピードの2分の1になったダマさんってバルトって逆逆立ち空いてますよしかもあそこにすげえ俺のダマさんコンビ組んでやってとあじゃあ直樹さんじゃあ、うん、一緒にあっちいやいや直樹さんって2人に対してスコップ1人がいいってマジでそれ大丈夫ですか間に合う間に合う間に合う皆さんすぐ来るよ3、2、3、4、ちょうどよさそうほら、はい、山さん早よ早って稲葉さん木村君、はい、ほ、はいほい、呼んであともう煮込むだけ券もう大丈夫ですよいらないけど、うん、もう煮込むだけ券が稲葉さんのお袋入れに行くかおい、これ初めてそっか戻るよ向こうですか向こうすでに余裕だ強さ強さ軽々しくもしてお前ヒートさすがに多分もうね動かくなるけお前ヒートすごいよ、ハタすごくここの平らな目は一人で行ったけすごい、マジで、うん、なんか、なんじゃ電話しよう振りしよろちょっとこの天末場、聞いとってね、はい、今電話振りするやろ、まずあのね、カレーのね金のルーマね、ここ買ってきてほしかった木村君がはいそれでそれで、それからルーマをなんかね、薄かったっけん、ここ
入れて俺が買ってこようかって言う。あ、俺が買ってこようかな。まあちょっと俺が言わせないけどね。カメラの前で。カメラの前で言わされよって。もっともっと。動画を見て、動画見て。今買えん？玉串。はい。さすがに出力が落ちてる。あんだけ、あーでも、取ったぞやっぱり落ちとらんやった。一発用だっただけやった。一回バッテリーを完全に放電しちゃったらね。充電してもね。次からちょっと溜まり。全然落ちとらんやった。やばい、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 やセレクション組に合流するやん。あとちょいですね、でも本当に。あとちょい。大丈夫ですか？こんな声します。大丈夫や、中さんも。昨日ぐらいから大丈夫やなかった。リングヘッドぐらいの飛び込み方だったり。いや、本当に。今ね、小指の折れたこと思った。どっちの？え？足ですか？いやいや。ほら、本当か、ほら。あ、本当だ。こんにちは。髪色に。髪色。こちらこっちにしてください。せーの。よいしょー。いやいや、一人でいけるけど。あれは重いですよ。ちょっと今無理して楽そうに上げた。軽い。無理して楽そうに上げた。今見た。軽かすね。あれ胸尾くんじゃないよね。あ、すぐすぐ胸尾くんかと思って。めっちゃ重かった。めっちゃ重かった。でもちょっと軽いふりしたでしょ。そうそうそう、男らしいところは見せようとしたでしょ。最初はしとかですね。びっくりした。胸尾くんが乗り移ったかと思って。もう悩んだと見たくったけどね。危なかったね。また一人生き残ってしまった。確かに児玉さんの相方ずっとおらんね。なんて海さんも来てくれるんだよね。よし開通したよ。ほら見て開通したよ。俺にはオフしかないね。あの人とはあんま関わらない。パワハラされた。パンって当たりそうです。うわぁ、負けてられない。ほんとに、見よってよかから。やっぱ壊れた。おいしかろな。あー、リンゴも。うわぁ、リンゴ。リンゴ。リンゴスリスリ。リンゴスリスリネキ。確かに入れちゃう系。じゃがいもも人参も入れちゃいます。入れちゃいました。だいぶあるよ。だいぶあるよ。だいぶある。いやでも美味しそう。まぐもうまずったも上手かも。水分がすごいね。うん、結構出よる。ね。もうさ、もうイカ溶けてますよ。と、イカ溶けてますよ。イカ溶けてる。イカ溶けてる。あ、リンゴもいい感じ。で、鳥です。大きいのとちっちゃいの。はい、イカちゃん。わ、イカちゃん。これ決めなくヤリイカ？知らない。何イカ？ヤリ。ササイカ。ヤリ。ヤリイカ。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 結構具材豊富ですね。ねえ。うん。まあ上手。上手。切り方の上手。皮剥がないよ。うん、いいと思う。そのまま。こんな感じ。ほら、見て。うん、こんな感じ。いい感じ、いい感じ。あ、ツンタカタ。ツンタカタ。ツンタカタ。ゲソ系はどうしましょうかね。ゲソ系。ゲソ系は。うん。結構いってんの。
だって50人やろ。そうね、確かにね。ちょっと水でかさ増してんとさ、うん、多分無水だとマジでカリンと思う。うんうんうん。リンゴネキとバナナネキ。あ、リンゴネキとバナナネキ。か、書いてもらっていいですか。それ逆。ありません。はい、バナナ。バナナ、ナイスバナナ。はいはい。バナナは見らんね。バナナは見らんね。バナナは見らん。お米や水につけときましょう。お、つけていきましょう。そしたら芯が、うん、芯があんまりなくならずなくならずに米、あの、米に水を吸わせときましょう。はぁ、あ、で、美味しくなるの。そう。はぁ、あ、料理すんねー、木村くん。いやで、今25。おさぁ、多いね。これ難しかね、木村くんね、これ。いや、これね、めちゃくちゃ多分相当難しいよ、ね、マジ焦げたらその分なくなるけんね、米が。やばいよね、下5合ぐらい減るかもしれん、ね、もう足らんくなったね、5合減ったら。水入れます。入れます引っ張れる中心中心ね、大事よ、中心は大事。ていうか、めっちゃもう山減ってません？すごい、ちょっとすごくないですか？マジ、なんもないじゃん。わかった、やっぱり稲田さんがいない。違う、なんで稲田さん、いやいや、稲田いたらもう終わってますって。すごいけど、だいぶ溜まりましたね。ねえ、はい、すごい、こんないった、ほら、すごいおまけに卵も入れてます。うん、ほんとだ、卵入った。うわ、火の調整に入った。木村君の火の調整。チョコレートプラネット。チョコレートプラネット。すごかったね、もう。見て。米？いや、それがカレー。米足りるかな？あ、結構、あ、カレー。カレーに全部入った。何リットル入れた？これ？あ、米はね、4リットルで、あ、違う。4本で足りる。3.5 本。45あったけど。米は足りる。あれ何合炊けるとかな。45は全部ない。4升か。4升ってことは42。あ、いけるね。1人 0.75 ぐらい。1合も食わんやろかね。いけるいける。で、この量。やばか。あのイカ。あ、ほんとだ。イカネキが。クラちゃんが釣ってきたイカ。あ、そうなのか。クラちゃんが堤防から60杯釣ったって全部持ってきた。マジっすか。ちょっと見に行ってみる。社長上まで見に行きます。ちょっと見に行ってみよう。稲葉さんも一緒見に行きましょう。上の川見に行きたい人。上の川にいるんですか。こう早がいっぱいいるんですか。ちょっと入ってきたみたいです。マジで。ね、どうせこれカラワンというかね、また。レソン。いや、これだと思う。あ、でも一緒じゃない。クレソン分かる人。クレソンが開いてるってない。山田さん分かりますね。小玉さんが分かる。小玉さん。クレソン食べましょう。これ食べよう、今日食べよう。これ開いてるやつも食えると。開いてるってどういうこと。あ、大きな、うん、大きなよりこの辺じゃない、うん、でも大きなも茹でたら食べれるんじゃない。よし、食べよう。おひたし。へー、おひたし美味しいって。昼飯前ちょっとやりましょう。クレソン、なんか醤油買いに行くんでしたっけ。醤油とバターと。醤油とバターと。醤油ネキ。イカ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 ネキ。稲葉さん。はい。出るやん。出るよ。おーおーおお、めっちゃ出る。めっちゃ出る。めっちゃ出る。いいの、じゃあ見学ツアー。おお、深い。わあ、結構あるね。あ、落ちそう。おおおお。うえい。おお。社長、入ります。おろせってあるでしょ。どうやって上がってくる。水場いっぱい入れてる。寝る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 。うわ、掘ったもんね、これも掘ったね。でもちょっと炎上したもんな。酸素オクラで掘ったけ。危ないって言われた。確かにでも、やばかったですね、今考えたら。なんかガスが溜まって死ぬことがあるらしい。炎上した。しなやったけど。しなやったけど。しなやったけど、大丈夫で。めっちゃ溜まってる。しなやったけどね。1メートルぐらい多分掘ったんですよ、これより。あざこれ。はい、見たい人どうぞ。怖がるの。くれぐれも。これもう怖がるの。
カメラをしてる。本当よ。わっかい。すごいな。すげえ。うん。もういいですか？うわぁ、うん、びっくりした。実力入る。役所意見ちょっと今ブルブルってまだ文字入ったら毎日びっくりさせされるかもしれない。こんな感じ。最初はここの清掃から始まったもんね。ねえ。ここからどん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 片付けていって。そういったねー。で、池の土砂。と。だからここもね、詰まってたんですよ。詰まってた。こんな流れてなかった。流れてなかったね。マジでこう見えたらお化けになっちゃった。こう見たらやっぱ綺麗かー。綺麗か、水綺麗か。ね、水か。ブンブン。で、みんなどうやって見てたの？ここから始まったんですよね。ここ水通してから全部直していったけ、ね、そう。わーわーい、なんか増えた。増えた、なんか増えたね。増えた、水分が出たね。ケネ君、声めっちゃ出る。水分めっちゃない、ね、これめっちゃ出たね。これ70人前ぐらいあるよ。ねえ。ご視聴ありがとうございます。ありがとうございます。釣岡プロデュースの海鮮丼屋、ゴルフスタジオを営業しております。海鮮丼屋は吉野ヶ里遺跡公園前、ゴルフスタジオは釣岡ハウスの横で営業しております。ぜひお越しください。高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。